孤独はマジ一生だと思ってて、それはなんかその、あ、でもセルフィッシュ以降結構自分が強くて、自分の中のヘッズが一番ヘイです。地元の匂いみたいなのが生きる音楽だと思ってます。横浜のこういうの好きだなっていうのは、まあ、ちょうど田舎と都会の間だと思ってて、おしゃれヒップホップトラップっぽいやつとかやっても、なんかガチのシティボーイ東京生まれの人たちよりはちょっと田舎くて、でもなんかその微妙なとこって横浜特有というか、で多分そのトラップとかやってるやつらも出そうとはしてないんですよ、そのちょい田舎さみたいな。でなんか身についたやつだと思ってて、その微妙さみたいなのはめっちゃ意識っていうか消さないようにしてるっす。あーでもここ座って書いてたし、大桟橋の手前の港みたいなとこあって、そこ人いないんでちょいちょい行くっすね。でも人と会うときはそのたまり場みたいなのがあってそこ行ってたっすけど、普段はなんかあんまこういうとこでフラッと来たら誰かいてみたいなぐらいの感じだったっすね。五番街とかめっちゃなんか横浜だなと思うし、あとあのモアズの裏の方っす、西口の右側の飲み屋街みたいな。あとなんだろうな、いやでもここが一番やっぱ強いですね。ずっといたんで、別に遊んでもいたし、ビブレで働いてもいたし、で多分レオンとか覚えてないけど、なんかここでめっちゃサイファーやってる時とか多分初めて会ってて、ラッパーになる前に。何探されてるんですか？何も探してないです。ちょっと洗濯苦手で、ほぼ毎日買ってるっすね、T シャツは。どんどん新しいの買ってるんですか？そうっすね。でも着たらパジャマにして。2枚から。すいません。すいません、どうも。ありがとうございます。また行きます。はい、ありがとうございます。まだ。解放なんだ。こんな人いないことある。なんかライブ前ってナーバスになったりとか。自覚はないですけど、いや切れやすくはなってるなって最近思ったんです。ワンマンなんで、いかに己かじゃないですか。その気配りとかの余地が少なくなってる気がするんです。じゃあ、レッツゴー。お願いします。始まりますか？始まりますか？ついに始まりますか？大丈夫です。でも最初はマジもう怒り一本だったんですけど、やっぱ一番きつかったのはそのトラップが全盛期だったんで、全然ドリルなんかみんな知らないし、グライムも知らないし、の中で、まあ、コネって言ったらあれですけど、やっぱ友達がやってるライブとかに呼んでもらった時に、やっぱみんなトラップやってて、で、自分は大滑りしてみたいなのが結構続いてて、セルフィッシュができたのはそこからっすね。なんか別に、ミハしかいないなら勝手にやりますっていうので、セルフィッシュができたんですけど、その辺はもうマジ、ほぼそういう怒り 100% だったっすね。でも今はアンダーグラウンド的なことをやってる人って、まあ、分かる人が分かればいいみたいな、それはかっこいいんですけど、全員がそれだと広がんないじゃないですか、世界で。ザ・アングラの好きなことだけやりますみたいな人たちよりは他に興味が湧くタイプというか、まあ、でもセルフィッシュ以降結構自分が強くて、要はもうセルフィッシュになったんで、もう別に自分だけの話なんです。人がどうとか別に関係なくて、多分その俺を判定してるのってヘッズの頃の俺なんですよ。12とかからヒップホップちゃんと意識して聴いてて、でも8年ぐらいヘッズだった時期があって、でその間普通に現場も行ってたし、ヘッズ時代の自分が見て恥ずかしくないラッパーに言うと思われて、で逆に言うとそのできた曲を1日あげて
聞くとなんかそのラッパーっていうよりもヘッズ時代の感じで聞けるんで、その状態で聞いて、いやここちょっと甘くねみたいなのあったら、もう一回夜ラッパーの自分が書き直してとか、自分の中のヘッズが一番ヘイト、周りに人がいないんで自分が注意するしかないけど、自分に対してはっていうのはもう昔から、一人で小学校ぐらいからいたんですけど、その時から注意してくれる人いなかったし、なんかめっちゃかっこいい先輩みたいなのいなかったんで、孤独はマジ一生だと思ってて、それはなんかその人と合わせらんないペース、金とか関係ない、その孤独に対して自分でかっこよくなるしかなくてっていうのはずっと変わってないんで、でもなんすかね、この前とかは iPhone 投げちゃったんですけど、まあ、動画見返してもらったら分かるんですけど、俺3往復ぐらいしてて、だからラッパーの自分はめっちゃ殴りたいんですよ、殴るために戻ってるんですけど、戻ってる2歩ぐらいの間でそのヘッズの自分が、いや殴ってライブ飛ばしたらダサくないみたいな、ダサくさ殴りたくないみたいなのやってるんですけど、そのせめぎ合いは常にあるっすなんかこうワンマンじゃないか、だからこう普段やったらなんか結構もうちょっとこじんまりしたようなところでっていうか、自分たちの身内のイベントとかやったらこんな感じなんですけど、今回それがなんかめっちゃでかくなってたんで、でも僕もやりたいですね。テレビ集合ぐらいからバンドやりてえなと思って、周りにも言ってたんですけど、カルチャーが持つ思想みたいなのがそもそも近いじゃん、ロックとヒップホップ、ヒップホップだからヒップホップしかやらないはなんか別につまんないし、まあ、できるからやろうと思ったぐらいの感じですかね、それは、まあ、単純に市場規模も違うし、フェスで余裕で4万5万集まったりとかして、逆にそこを持ってこれたら最高やんっていうのはもうクロスフェイスにも言ってたんですけど、そのさらいに行くからっていう客を、かっこいいラップしてラップいいじゃんってロックのヘッズがなって、ラルフ調べるでヒップホップ調べる、ヒップホップ好きになるでサラやってくれっていう、だからめっちゃそこに意味を持ってコラボしたっていうよりは、それなんか流れでできたしやりたいと思ってたしっていう感じですかね。まあ、US と UK の違いめっちゃイメージですけど、まあ、US はその、まあ、これこんだけ稼ぎましたみたいなフレックスでも、 UK はみんな同じ服着てナイキの、で誰がやったか分かんないみたいな、犯罪が起きてもカメラに映ってても、だフレックスしないんですよ、でクールにこういう感じでラップするじゃないですか、だからその感じがめっちゃ合うなと思ってて、カルチャー的なとこで言うとドリル自体が地元のコミュニティがでっかなんか知られてでかくなったみたいな印象があって、だからみんな同じジャージ着てたみたいな、俺の地元で言ったらプージャーっすね、プーマのシャージ着てるやつらがみんなで集まって偶然ラップかっこよくてみたいなノリだと思ってて、だその地元の匂いみたいなのが生きる音楽だと思ってるっすね。まあ、金って多分ある程度あればよくて、なんか使い切れねえなみたいな感覚になってきて、最近バカ舌と一緒で、ある程度上手くなったら俺も感じれないんですよ、そこで生きてきてないんで、普通にデフォルトが団地だったし、砂壁で埃まみれてみたいな、かっけえ車とかジュエリーとかはどうでもよくて、本当にやっと、あ、金って目的じゃないんだみたいな、稼いだところでやりたいことなかったらじゃないですか、だから金を稼ぐってこと自体は別にあんま興味なくて、だそのなった時に選択肢を増やすことがなんとなく自分の役割だって最近感じていて、トラップ全盛期の中でドリルやってたのもあって、で実際今ドリルがバーってみんなドリル好きじゃないですか、当時のヘッズの視界の外にあったものが今メインになってるわけで、別に自分が作ったわけじゃないけど、その前例を体感してるから手のひら返される側というか、あんだけ興味なかったのに、じゃあ外にもかっこいいものがある可能性あるんだってなったら増えるじゃないですか、見る幅が、ってなったら別に俺の曲じゃないかもしれないし、ドリルじゃないかもしれないけど、その人が聴く選択肢が増えるんですよ、そしたら音楽的に豊かになって解像度が上がる、音楽に対して、そしたらヘッズのレベルも上がって耳が超えて、で求めるものが良くなるんで、
あの高いレベルになるんでラッパーも上がんなきゃいけなくてみたいなので上がっていけると思うんですよ、シーン自体。アラちゃん、いいなイエーイ、はい、OK です、よろしくお。この前のインタビューでも言ったんですけど、なんか他の可能性とか選択肢があることを忘れないでほしいっていうのを自分のヘッズには言ってて、でまあその甲斐もあってか、やっぱクロスペースが来てもあの模試とかも対応してたし受け入れてたんで、そういう意味ではなんか俺が逆になんかやっててよかったって思わせてもらえたっすね、自分がなんかもらった感じするっす。来年のファンマンの、まだでも時期とか、そうで、ちょっとギャルが切れてて、いやマジ座右の銘にしてるやつがあってちょっとダサいんですけど、だからインスピレーションで言ったら映画が一番多いかもしれないです。